こんにちは、えっちゃんです。ということで今回はイミコア実況をやってきます。イミコア実況ですね、まあ前回まで10問ずつやっていったわけなんですけれど、まあやっぱりちょっと多いかもみたいなコメントもあったりとかして、まあちょっと2個にまた分けてみてもいいのかなと思ったので、その代わりこう1個2個って分けたものは同日に公開できるようになるべくします。なのでイミコア実況の投稿の日は18時19時と2回投稿になりますので、皆さんよかったら、両方とも見てみてください。それでは早速まずは、18時ということでファイル1からファイル5やっていきたいと思います。私は韓国で働いている普通のサラリーマンだ。毎朝通勤のために電車を利用する。駅というのは面白いもので、様々な人がいるものだ。私はいろいろな人を観察するのがちょっとした趣味になっていた。今日はあの人を観察しよう。駅構内で何やらブツブツ言っている一人のホームレスの男だ。私は男の近くの壁に寄りかかり、内容を盗み聞きした。目の前をおばさんが通る。すると男は、豚とつぶやいた。なんだ、ただの悪口か。動物に例えているだけか。次に普通のビジネスマンが通る。すると男は、人とつぶやいた。ああ、まさにどこにでもいそうな人って感じがする。今度はガリガリの男が通る。すると男は、牛とつぶやいた。牛？どちらかというと痩せた鳥じゃないのか。次に典型的な肥満の男が通る。すると男は、野菜とつぶやいた。いやいや、豚の間違いだろ。私は家に帰り考えた。もしかすると次に生まれ変わる生き物や前世を言い当てているのか。その後も駅で何度もホームレスを観察しているうちに疑問も確信に変わった。ある日思い切ってホームレスに疑問をぶつけ、能力を身につける方法を教えてくれとお願いした。ホームレスはよどんだ目で私を見つめた後、私の頭に手をかざした。次の日からホームレスはいなくなった。仙人だったのだろうか、はたまた神か。とりあえずただのホームレスではないことは分かった。私は能力を身につけた。それは期待するものとは違っていた。ただ単にその人が直前に食べたものだった。私はあまりのくだらなさに笑ってしまった。しかし、あることを思い出したら背筋が凍った。鳥肌立ったー。これ分かったら鳥肌立つようになってきちゃったよ。何を食べたか分かるっていうスキルなんだね。じゃあまずは、一人目のおばさんは何を食べたか。豚です。続いての人は、人。おかしいでしょ。絶対人食べちゃダメでしょ。回答します。正解。能力の正体は他人が直前に食べたものがわかるというものである。例えば一人目のおばさんは直前に豚を食べたわけである。ということは二人目のビジネスマンは。カニバリズムは世界各地で見られるが何ともえげつないものである。しかし世界各地で見られるということはそれほど自然の摂理に反したものではないのだろう。動物にも見られるという点ではある種自然の淘汰なのかもしれない。いやー、でもなんかまあ私ね、たまに考えるんだけど、同じ種だから食べちゃダメとか別の種だから食べていいとかっていうのをちょっとちゃんと考えてみると、てか考えちゃうと私お肉食べれなくなるんだよね。なんで人間は牛を食べていいんだろうとか思ってしまったり、考え始めると止まらなくなるやつ、ある意味怖い。次行きます。俺は妻の他に関係を持っている女性がいる。不倫だ。厄介なことに妻に感づかれた。とても面倒なことに家に帰るといつも、どこ行ってたの、誰と一緒だったのなどとうるさく聞かれている。逆に彼女、不倫相手は毎日メールで励ましてくれる。俺にとっては心の拠り所、言うなればオアシスのような存在だ。しかし今日はメールが返ってこない。俺は振られたのかと落ち込んで家に帰ると、いつもは迎えに来ない犬のペロが玄関まで来る。ペロを撫でた後リビングに入ると、ペロはさっとソファーに飛び乗り骨を頬張り始めた。餌をもらって上機嫌だったんだな。おかえり。嫁も機嫌がいいようだ。今日は全然口うるさくない。ちょうど振られたっぽいし、もう不倫はやめようと思い彼女に最後にさよならとメールした。どこかで彼女の好きだったメールの着信音が聞こえたような気がした。どうして彼女のメールの着信音が聞こえたのでしょうか。絶対やってるやん。だってペロ骨頬張ってるよ。で嫁が上機嫌って、もうフラグがすごい。正解。骨を頬張り始めた。おそらく彼女は
嫁に始末されて犬の餌にされたのである。まだ彼女を片付けきれていないため着信音が聞こえたんだろう。怖っ。片付けって。次行きます。ファイル3。俺は自分で言うのもなんだけど結構モテる。本命の彼女はいないけどセフレはいるし、一回きりでお別れなんてこともよくある。今日も合コンでお持ち帰り成功して、金ないし俺の部屋で。でも玄関入った途端に急に不機嫌そうな顔して、彼女いないって言ったのにひどいね、これは私をバカにしてるの？と言って怒って帰ってしまった。家にはセフレの写真もないし、持ち物も特にはないはず。なんで怒ってるんだろう。女にはわかる、なんか女を匂わすものがあったのか。女の勘ってすげえな。でもあの子一回きり OK で有名なはずだったけど。矛盾する箇所を指摘しなさい。え、なんだろう。玄関に入った途端に不機嫌そうな顔をして、彼女いないって言ってたのにひどいね、家には持ち物も何もない、彼女いないって言ってたのにひどいねって言ってるのは、もう女が見えたとか、なんか、え、なんだろう、これかな。え、正解。なんだろうね、彼女いないって言ってたのにって言うってことは、彼女っぽいのが見えちゃったとか、部屋には女の幽霊がいたのであろう。彼女いないって言ってたのにバカにしてるの。これらの発言はその場に女がいたからである。それが男には見えていないってことは幽霊だったんだろう。やばすぎでしょ。うわー、これは分かるとさ、この男の人分かっちゃったら引っ越すよね、絶対すぐ。はい、次。ファイル4。俺には生き別れの双子の兄がいることは知っていた。当時生活が苦しくて生まれてすぐに里子に達したらしい。その兄に大学入学が決まった春、街でばったり会った。全く同じ顔だから間違えようがない。兄も俺の存在を以前から聞かされていたようで、今日は仕事で忙しいんだ、次の日曜日に会おう。そう言って待ち合わせの喫茶店の名を告げて足早に去っていった。日曜日、兄が指定した喫茶店に入った。小さな店内には3人ほど座れるカウンターと4人掛けのテーブルが2つ。兄はすでに到着しており、奥のテーブルに座っていた。手前のテーブルには50代後半の男女1組。俺なんか大学行かせてもらえるし車買ってもらったよ。先週はスキーにも行った。仕事してるって言うけど大学行きたくなかったのか。兄ちゃん家に戻っておいでよ。兄。俺。絶対そうすべきだよ。兄。お前には妹がいるんだよ。兄は泣いていた。俺は全てを悟った。何を悟ったのでしょうか。どういうこと。双子の兄がいる、生活が苦しくて生まれてすぐに里子に出した。その子以外は里子に出されてしまったということですか。違う、里子に出されたのはこの子かな。これか。正解。里子に出されたのは語り手だった。そうだよね、なんかこう家生活が苦しくてって言ってたのに、結局あのスキーに行けたりとかでいろいろね、結構豪遊してるっていうのは、裕福な家に里子に出されたってことだね。なるほど。次。はい、今回ラストです。新宿でのとある夜、大通りから少し裏手に入った薄暗い道を男が歩いていた。そこには占いと書かれた紙が貼られた机を前に男が座っていた。男はなぜか興味をそそられ占ってもらうことにした。俺の兄貴のことを占ってほしい。占い師はうなずき、名前と年齢を聞いてきた。男は自分の名前と5年後の年齢を答えた。男に兄はいない。冗談のつもりで言ってみた。〇〇さん、32歳でよろしかったですよね。占い師は確認し、水晶玉に手をかざして占い始めた。が、途中で顔色が変わり、周りに積み上げられている本を片っ端から調べ始めた。一通り調べてた後に、汗を拭きながら占い師は言った。失礼ですけど、〇〇さんはご健在ですよね。元気ですよ。どうしたんですか。お兄さんに体調不良などは見られないですか。いえ、特にはないと思います。体を大事にするように言ってください。必ずです。そう何度も繰り返し始めた。なぜそんなことを。男は聞いた。お兄さんは占いの結果によると5年前の今日亡くなってるはずなんですよ。男は青ざめた。なるほど、これも分かってしまったけど、
青ざめた理由は何でしょう。まずは占ってもらうことにしたときに、兄貴のことを占ってほしいと言って5年後の年齢を答えてるから、5年前の今日っていうのは実は今日。正解。うわー、なんか今回トントンと正解できてきていますね。嬉しい。占い師に伝えたのは自分の名前と5年後の年齢。それに対して、あ、5年前の今日亡くなってるはずなんですよ。つまり男は今日亡くなるということ。そっか、兄貴じゃなくて自分の話したのか。これは怖いね。気をつけて帰らないとだね、本当にこれ。はい、ということで、ファイル5までやってみたんですけれど、次回続きのファイル6からファイル10をやっていきたいと思いますので、皆さんそちらも見てみてください。ということで、こちらの動画が面白かった、また続きが見たいと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。他にもね、怖いなんかゲームとかあったら教えてください。携帯アプリだったらすぐに撮れるのでぜひやってみたいと思います。皆さんそれではまたお会いしましょう。バイバーイ。